はい、こんにちは、ケイドラです。今回はモンストフリーク2024 11周年の獣神化界と新獣神化のキャラを予想していこうと思います。去年に関しては獣神化と獣神化界分岐含めて合計10体来たんですよね。なんで今年も同じぐらい来るんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、今回は新獣神化1体、獣神化界9体で予想していこうと思います。まあ今年のモンドリに関してもこんな感じで、限定キャラが合計3体ですかね。これプラストゥーフォールとマナで、工場キャラが3体、期間限定のアルファキャラが3体っていう感じで、まあ9体しか来なかったんですけども、まあ分岐含めると10体いるんで、まあ最近の相場は10体なのかなっていうふうに思ってます。で、今年のモンドリと去年の周年時もそうなんですけども、鳥と大鳥を飾るキャラはその環境で一番難しいコンテンツにすぐはめる傾向があるんですよね。例えば今年のマナだったりトゥーフォーオールに関しては空中庭園の適正キャラとして出ましたよね。で、他には、去年のエクスカリバーガブリエルに関しても試練の間2と8にはまっているんで、まあそういったところもね踏まえてしっかり予想していこうと思います。ではね、予想する順番なんですけども、まずは工場の獣神化界を3体、そして期間限定の獣神化界を3体で、次に限定の新獣神化のキャラを1体で、最後に限定の獣神化界を3体の合計10体予想していこうと思っておりますので、よろしくお願いします。ではまず工場キャラから見ていくんですけども、1体目はアザトースか迷ったんですが、今回はこちらサンゴでいこうと思います。まあサンゴに関しては実装当初結構強くて、まあ個人的にも気に入っていまして、まあ超バラ解放とかもしたキャラなんですけども、まあ超マインスイーパーとこの弱点特攻の SS がめちゃくちゃ強くて、結構いろんなところで使えたんですよね。まあキラーに関しては超獣封じ M っていうところで、まああまり活躍はしないんですけども、まあ今の環境だったら、まあ超マインスイーパー M とか L になってくれるだけでも十分強いと思うんで、まあキラーもね何かしらついてほしいんですけども、特に属性効果超絶アップで地雷倍率アップのクエストでは超バラ効果も相まってめちゃくちゃ強いと思います。まあダッシュも持ってるんで足に関しても十分速いんですよね。まあ今の環境だったらダッシュ M になる可能性はあると思ってます。まあこういったサンゴスペック強キャラと、次は火属性じゃなく、光属性なんですけども、バチバチに尖ってるキャラいきます。まあ、光属性も、まあ、現状、まあ、パーシバルとか、まあ、いろんなキャラいるんですけども、まあ、今回は女性を攻めていきます。どこ行ったかな、ちょっと見当たらないんですけども、いました、こちらカラミティジェーンですね。めちゃくちゃ尖ってるキャラで予想していきます。アンチ魔法陣ロボットキラー言える、アジンキラー言えるっていうところで、まあ、実装当時はあれか、神殿の時の間2で使えたんですよ。闇の時のままですね。そこでねワンパンキャラとして使えたんですけども、まあ今はそういったことはしないですし、まあ、アンチ魔法陣だけなので、まあもう少し多分残り2個ぐらいアンチアビリティ増えてもおかしくないですよね。で、まあ気候封じ EL、 足封じ EL、 まあちょっと強すぎる気もするんですけども、まあそういった尖り性能になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、SS に関してもね、壁にマシンガン設置はあまり強くないんですけども、まあ、威力を大幅にアップするとかだったら強くなるかなっていうふうに思ってます。まあ、尖ってるキャラも1体予想していきます。で、最後闇属性なんですけども、まあ、これはモンドリと少し被ってしまいますが、まあどっちかというと予想というよりかは願望に近いですね。こちらオペコですね。はい、このキャラが来るんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあオペコに関してはアンチ魔法陣と何かしらキラーがつければ試練の魔法で使えるんですよね。なので普通にありえそうですし、種族見てください、ロボット族なんですよ。これ気づいた時はハッと思ったんですけども、メモリーと同族なんですよ。なんでこれ一緒にハマる未来は結構ありそうなんじゃないかなっていうふうに思ってます。で SS に関してもバフなんで、まあ今ルナ使ってる方も多いと思うんですけども、貫通タイプのバフ枠としては、まあ、最高峰なんで、オペコはやっぱり試練の魔5の適正キャラになってくれるんじゃないかなっていうふうに思ってます。いやこれは結構ありそうじゃない、ラックスキルもガイドですからね、 SS ターンチャージもありますから、
いや、これは来る気がしますね。何やかんやね、まあ、去年の周年時もそうなんですけども、まあ、天草四郎とかがいる環境でヤタガラスが出されてるんですよね。一番強い限定キャラがいる中で、まあ、その妥協枠となる工場キャラもやっぱり必要なんで、まあ、そういった枠に入ってくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。いや、これは結構ありそうやな。自信持って予想します。続きまして、期間限定のアルファキャラ3体を予想していきます。まあ、アルファキャラはね、今年の夏に夏のアルファが来るかと思いきや、モンストイフストーリーズが来るっていうね、意表をつかれたんですけども、まあ今回はさすがにハロウィンのキャラが来るんじゃないかなっていうところで、こちら茨城同時アルファ、リボンアルファ、ベートーベンアルファが来ると予想します。で、予想する理由としましては、思ったんですよ。重心化がなくなった現状で、運営さん的に1回のオフイベで限定の重心化回を大量に出したくないと思うんですよ。7体8体とか出しちゃうと一気に頭数減っちゃうんで、こういったアルファキャラのキャラを出しとくだけで結構かさ増しできるんですよね。なので今年のモンドリもね、そうなんですけども、まあ限定キャラ3体しか来なかったんで、同じように限定キャラはちょっと抑えめで出してくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。なので、この茨城同時アルファ、リボンアルファ、ベートーベンアルファが怪しいと思っております。まあこのキャラとかは実装当時はね、スペック評価されてましたけども、実際に使うところはあんまりなかったんですよね。まあ今の環境だったらしっかり強くなると思うんですけども、まあ、なんだかんだアルファ系のキャラって結構どこつかの性能にされること多かったので、まあ、今年のイフストーリーズもそうですけども、まあ別に持ってなくても困らないような性能になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。でもね、リボンアルファが結構活躍した印象ですね。全属性耐性、無属性耐性、無で、まあ、SS もね、8ターンで打てましたし、まあ、個人的にはあれかな、マーチの初回時ぐらいに使ってましたね。地雷は持ってないんですけども、ロックオン地雷なんで味方で回収してあげてみたいなことやってましたね。ラックも高かったんで。で、ベートーベンアルファに関してはよくわかんないっす転送壁ぐらいつくんじゃない、そんな感じかな、うん。このキャラは昔からずっと尖りまくってて、あんまりハマる印象がなかったんですけど、うん。まあ、結果 SS もね、ずっと持ってますよね。はい。まあ、そんな感じで、ハロウィンアルファの3体が来ると予想します。続きまして、新獣進化のキャラ予想していきましょう。まず候補から見ていくんですけども、こちらですね。絞り方がこれの方が分かりやすいかな。限定で予想していくんで、候補こんな感じなんですけども、まあ、ヒミコとかランスロット X は図鑑ナンバー的に早すぎますよね。で、水に関してはラファエルは、まあ、ワンチャンあります。で、マソとかはオリドラのキャラなんで関係ないと思います。で、ダルもちょっと早すぎますよね。で、貴族性がデッドラビッツ、これ結構怪しいんですよ。デッドラビッツ、まあ分岐じゃなくて今回こそもう一回なんか一体になりそうですけどね。で、アポロ X もちょっと怪しいですし、チンギスハンもなくはないかなっていうところで、次、光属性。はい、みんな大好き、ウリエルさんいます。で、クリオパトラ、あとはキスキルリラも入ってくるんで、光もね、割と可能性あるんですよね。で、闇属性はハーレー X。まあ、ハーレー X も全然可能性ありますし、これが来るんだったら同時にね、ハーレーの方も来ると思うんで、まあ、一気に新獣進化のキャラ2体実装は今の環境だとまだ考えにくいんで、今回は省こうと思ってます。で、月齢は関係なく、ジャンダルクだと、まあ、ちょっと早すぎる気もするんで、まあ、候補としましてはこの貴属性と光属性が怪しいんですけども、こちらご覧ください。新獣進化の属性一覧なんですが、今のところ光属性以外全部2体来てます。すなわち今回光属性が結構怪しいんですよね。で、ウリエルをね、予想しようと思ってたんですが、やっぱりモンドリで来なかったんで、このタイミングはまだ温めるんじゃないかな予想で僕は今回行こうと思います。まあ今年来なかったので、来年のモンドリかなっていうふうに考えていまして、そうなると候補としましては、クリオパトラかキスキルリラなんですけども、結構悩みました。悩んだ結果、まあ、他の限定キャラのキャラパワーも考えて、今回はクリオパトラで行こうと思います。
まあ、キースキル出しちゃうと結構切り札っぽい立ち位置だと思うんで、まだ温存するんじゃないかなっていう予想ですね。はい、まあ、このキャラですけども、確かフラパが終わった 2,3 週間後にいきなり号外モンストニュースが発表されまして、それが一番最初の号外だったんですけども、クレオパトラの重心化解がそこで発表されましたよね。で、まあでも実際に使うことは個人的にはあんまりなかったんですけど、カンデラがメインなのかな。すごいね、真珠の聖域でトップ10めっちゃ取ってるんですけど、まあ多分これ毒ですよね。毒の友情コンボで倒せるクエストが多いんで、それで活躍してる感じなのかな。まあ貴重な毒キラーを持ちながら自身で毒の友情コンボを持ってるキャラなんで、まあ、ここに関してはしっかり残してほしいところですけども、まあ、とはいえ今の環境は、まあ、属性友情コンボ1本ぐらい欲しいんで、爆発はワンチャンなくなる可能性はあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、回復特化のキャラなんで、どうすかね、超アンチ転送壁とかつくんですかね。まあ SS もね、正直この SS あんまり強くないんで変えてほしいところですけども、まあ、クレオパトラがなかなか環境でトップの性能を走るイメージがないんで、今回こそちょっと強くなってほしいですね。ナポレオン的な感じで魔改造されてほしいですね。ではこっからは限定の重心化解予想していきましょう。まず火属性予想していくんですけども、候補としましては陽気比はないとして、背徳ピストルズ、バサラ、まあ、カマエルも入ってきましたし、小町もエビスもワンチャンあるんですよね。で、ムクロが意外と今回来そうかなっていうふうに思ったんですけども、周年時にあまりモンソニのキャラが重心化重心化解することはなかったんですよ。なので今回は背徳もムクロも抜きまして、エビスか迷ったんですけども、こちらバサラで行こうと思います。まあ超重心祭から卒業したばっかりですけども、まあ、おにゃんこぽんとかアナスタシアもそうでしたが、卒業すると結構すぐに重心化解するんですよ。なんで、まあ、今回バサラ予想するんですけども、貫通の方はめちゃくちゃモンクリと重力ワープとか被っているんで、まあ、今回分岐はしなくて反射の方1体だけになるんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ性能としましては重力ブロックの反射枠で、まあ、ダブルアンチなんでね、使えるクエストが現状あんまりないんですけども、どうなんすかね、マインスイーパーとかつくんかな。まあアンチワープつけば一応無理やり空中転移4で使えるんですけども、まあ、わざわざモンクリに被してこないと思うんで、意外と数が少なかったここが個人的にはちょっとあるんじゃないかなと思ってます。反射が全然いないんですよね。うん、なのでこの枠とかに適当に突っ込まれるそうな感じがしますね、現状だと。でパワーモードに関してはロングパワーモードに変わって、友情コンボは超絶スパークバレット、超強貫通弱点ロックオンとかって感じですかね。まあ、このキャラの特徴はやっぱり SS で8ターン2周に1回無敵状態になれるんで、ダメージギミックに対応していなくても無理やり使えたりはしたんですよね、実装当時。なので、まあ、今回もそういった立ち位置になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まず1体目バサラでして、次見ていきましょう。水属性なんですけども、水の候補見ていきます。これ便利ですね、限定キャラの絞り込み。候補としましてはこちら、ノストラダムス、ノア、アムリタも入ってきましたね。でラミエル、アナスタシアは来ました。で、モーセも入ってます。で、ネオはちょっと早すぎる気がするんで、まあ、こんな感じかな。ダムス、ノア、アムリタ、ラミエル、モーセ。この5体なんですけども、悩みましたよ。すごく悩みました。悩んだ結果、はい、今回こそは、ノア。まあ、これも願望に近いんですけども、こちらで予想しようと思います。まあ、オペコさっき予想したんで、オペコ来るならノアもでしょっていうところでね、まあ、モンスターアニメ関連で予想してるんですけども、来てほしいですね。で、自身がこのキャラ、ハイプラズマになれますし、まあ、加速の友情コンボも持っているんで、友情コンボ自体の相性が結構いいんですよね。まあ、超バラ効果も持ってきますし、しっかり強いと思います。で、現状だと重力ワープマインスイーパー、ワタツミが強すぎるんですよ。どうしてもそこには食われる可能性があるんで、まあ、ブロックつくかなっていうふうに最初思ったんですよね。ブロックつければ一応、アレスターの貫通枠の適性なんですけども、
正直貫通タイプ使いにくいと思うんで、だったらダメージオールがついて空中庭園3の適正枠になるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。まあ、しっかりアジン族なんで同族恩恵もね現環境で受けやすいですし、まあそろそろね、まあ、空中庭園3の適正キャラも飽和してきてはいるんですけども、まあ、限定キャラで後から追加で適正キャラになったってキャラがいないと思うんで、いないですよね。上杉とか工場ですから。なので、まあ、そういった枠にね今回入ってくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。ただし4アンチアビリティだったら飛行に関しては継続しそうな感じがするんで、まあ、地雷回収は他のキャラでねしっかり行っていきましょう。では最後闇属性で大鳥を飾るキャラを予想していくんですけども、まあこれはアルステーヌかパンドラの2択ぐらいですかね、正直言うと。まあ一応候補としましては週末メタドロン、機長も入ってきまして、まあシャーロック・ホームズ、ルナとかはちょっと早いと思います。はい、パンドラです。今回こそ来ますノアとオペコを予想したんですよ。ってなったらモンスターアニメ見てる方はわかると思うんですけども、パンドラも来るでしょうっていうところで今回はこの3セットで予想していきます。いやこれはねモンドリで大外しをねしちゃったので、僕は確かね過去1回も当たらなかったってことなかったんですけど、今年初めて1回も当たらなかったんですよ。まあ、それぐらい結構予想外なところから持ってこられたんですけども、まあ、他の配信者さんもね当たってても1体か2体とかだったと思うんで、マジで今年のモンドリは、まあいい意味で予想を裏切られたんですけども、執念はある程度は当たるんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、今回は5体ぐらい当てる予想です。はい。頼むよ、パンドラ。で、個人的には分岐すると思います。しっかり分岐してもらって、まあデッドラビッツ的な感じですね。重心化1体になって、重心化回でまた2体に変わるって感じなんですけど、カミカの方が超強鋭角3方向追従型貫通弾プラスサブ友情も超強鋭角3方向追従型貫通弾、これついてくれたら強いですね。まあさすがに強すぎるんでもうちょっと調整はされると思うんですけども、まあそういった性能に期待していますし、まあこっちは最初転送壁も考えたんですが、まあ、さっき話したすぐに空中庭園とかにはまるっていう話をすると、ダメ音ブロックがついて空中庭園1の適正に変わるか、まあ先ほど言ったね転送壁ついてまたまた空中庭園10の適正に変わるかっていう感じなんですけども、どっちかな。まあ個人的には1な感じもしますけどね。2フォーオールとパンドラでもぶっ壊しますみたいな感じもするんで、まあ、その予想でいこうかなっていうふうに思ってます。まあ今回こそは分岐するでしょう。そして今回こそは来てくれるでしょうねって思ってるんですが、どうなんかな。性能的にはね、超 AJB マインスイーパー EL 持っていまして、まあ足もしっかり速かったですし、地雷を持てばしっかり殴り火力も高かったんですが、 SS がねどうしても動けないんですよね。これが欠点すぎるんで、さすがにこれは直してほしいと願ってます。はい、パンドラですね、来てほしいですね。はい、そんな感じで予想していきましたけども、予想のまとめはこちら。限定キャラがバサラ、ノア、パンドラ。期間限定が茨城同時アルファ、リボンアルファ、ベートーベンアルファ。工場キャラがサンゴ、カラミティジェーン、オペコ。で、新獣進化の限定予想がクリオパトラですね。まあ、今回はこんな感じで予想したんですけども、分岐含めたら11体になるかなっていうふうに思ってます。まあ、11周年だけにね、まあそういった感じもすると思うんですけども、いやー、モンドリが外しすぎたんで、ちょっと怖いなー。マジで、わけのわかんない、これ、ルナとか来る可能性ありますからね。ほんと、運営さん、誰も予想しないでしょっていうところをね、結構突っ込んできたりするんで。まあ、それこそ、アルスラン、いや、早すぎる。でも、なくはないです。だって、アナスタジアとか、オニャンコボンとかね、早かったもんね。だから、エビスも全然あるんですよね。で、今回予想から外したのはロビンフットとか、あとは石川五右衛門とかですね、外してるんですけども、まあこちらもね、全然古いんで、来る可能性は十分あると思ってます。はい、もう1週間後にはね、11周年来ると思うんで、皆さん楽しんで予想していきましょう。以上、そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。それでは、バイバイ。